中に人は、ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。激しいチャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。本田圭佑、ここは簡単にボールを渡してしまった。岡崎慎司、深い位置でのスローインになります。合わせてくるか。前に出しました。か。さあ突破しましたよ。プッキー。このボールはどちらが取るか。前に出しましたが気を抜けません。フィンク。素晴らしい。ここで打つ。ボールのコースが変わる。岡崎慎司、フィンク、決まるか。もう綺麗に決めました。コースをついた絶妙なシュートが決まりました。あんなの打たれてしまったら、これはもうお手上げですよ。うまくボールを動かしています。フィンク、プッキー、これはチャンス。本田、キーパー反応した。ボールを弾く。これはスローインになります。ボールはゴールキックに変わります。岡崎慎司、ラインを割ってコーナーです。狙っていった。キーパー弾く。サイドチェンジ。ボールが狙われています。打った。コースを塞ぎます。コーナーキックで続きます。もう一度コーナーとなります。シュート頭だ。打ってきた。キーパーが取ります。前半が終了しました。スコア。
ここパルクデプランスでは席に戻る途中の観客もまだいますが、後半戦が開始されています。プッキー、ここはボールを取られません。そのままキープしました。そのまま返します。ちょっと難しかったでしょうか。岡崎慎司、本田、体を当てて取る、奪った。コーナーとなります。ひとまず前に出しました。効果的なパスが通る。見事なタックルです。シュートだ。入っていれば同点というシュートでした。ピルロ、このボールはキーパー。そうですね。ボールを失った。岡崎慎司、スペースを見る。プッキー、入った。これはナイスシュート。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。さあどうだ。岡崎慎司、キーパーに近すぎたようです。フィンク、プッキー、カ、タックルを受けています。ミスをリカバーします。華麗なテクニックを決めに来た。ポスト、プッキー、キーパーキャッチします。ボールを奪った。いいタックルでした。ファールです。このプレーはどうでしょう。ボールを大きく押し出します。ここは押し出します。ここはタッチに逃れます。いいですね。どうなる。
このシュートはちょっと強引すぎたか。さらにもう一度コーナーからのリスタートです。パンチングで弾く。前方に運びました。スローインで試合が再開となります。もったいない形でボールを渡してしまいました。本田、このパスはカットされます。スローインとなります。さらにコーナーです。キッカーもだんだん慣れてきた頃でしょう。コーナーキックの数が表示されています。パンチングで止める。ボールが中盤でカットされました。レフェリーはプレーを止めません。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。岡崎慎司か。プッキー、綺麗なタックルです。主審が試合を止めます。ヘッドできた。これは惜しい。2対0のまま試合は終了です。降格圏からの脱出は気分がいいものです。今日の3ポイントはとても劇的でした。これで安心してはいけませんよ。